はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね、今日はねまだクロンドエンジ来てます。はい、外岩ですね。はい、この今日はね強強ボルダラー1,2,3,4,5,5人、合計6人で来てますね。はい、まあね、まあちょっと今日は登れるかどうかわからないですけど、そんな感じで行ってみよう。でもいけそう。やるわ。これ何の動画ですか。やめとこ。来た来た来た。危ない。やめとくやめとく。今ほんま俺ぎっくり腰になったことないけど、多分一瞬こういうのが来た。今ちょっと何気なくね、今靴紐結びするだけ言ったもん。やめるやめる。なんちゅう敗退やねこれ。さっき気分取ったの先のこなせ。昨日呼吸だけやんけ。どんな動画やねんこれよ。お前。いや、でもこれぎっくり腰になったらすごい迷惑かけるんで、なったことないからちょっとやめよう。ちょ今一瞬来たほんまに。なんで片足履いただけで終わりやねんか。どんなトライやねんほんまに。ちょっと僕今日はやめときます。やばい、痛い、すみちゃん履かしてくれ。わかりました。最初からセッティングしてるかもしれないでしょ。ちょ、ほんまマジでやばいねんこれ。要介護やっけ。いや、これだって吐いたらここロックしてもうてさ、あの、よくほんまに担いで帰らなきゃなるから。これを使ってね、これね、グリグリすると気持ちいいですよ。はあ、気持ちいい。いやー、戻ってきました。結果5球を登って、うん、で三浦は片足だけ履いて、でぎっくり腰になりかけて、で靴下履かしてもらって、その後のテニスボールでコロコロするっていうね、とんでもないクライミング動画出来上がりましたね。いやー、もう譲る2球ね、もうめっちゃ打ちたかったんですけどね、まあ、みんなね見学、まあ、頑張って登ってるのを見学できて、まあ、よかったんじゃないでしょうか。まあそんな感じで、ほら、バイ。